アイルランドドニゴール県にあるフィンタウン駅1883年に発止されたメキシコ国鉄のハシマチュピチュ付近のペルレールで運行されているレールバススペインのマヨルカ島で運行中のソーリエル鉄道の車両日本の最大時鉄道で使用されていた車両サンフィート機関は狂気の一種である一般に北アメリカ中央アメリカ南アメリカ地域の鉄道で採用されている アイルランドでは、多くの幹線以外の路線及び産業用路線は 914mm 期間で建設され、そして、満島では主要な機間となり、この地域の標準の機間となった。914mm 期間の鉄道は、孤立した山岳地帯、小さな島、大規模な遊園地とテーマパークでよく見られる。この期間の鉄道は、鉄道模型でも人気があり、 これらの鉄道の模型のプロトタイプが、アキュークラフトトレインズ、アリスト、クラフトトレインズ、バックマン、デルタンロコモーティブワークス、LGB、ピコなど、世界の鉄道模型会社によって作成されている。ありがとうございます。